マウントアイザ線は、オーストラリア・クイーンズランド州タウンズビル市のスチュアート駅から、マウントアイザ市のマウントアイザ駅までを結ぶ、クイーンズランド鉄道の鉄道路線である。グレート、ノーザン鉄道などと呼ばれることもある。マウントアイザ線からはいくつかの支線が分岐している。この記事ではこれらの支線についても述べる。QR 路線図東海岸のタウンズビル地区と内陸部の鉱山などを結び、 貨物輸送を主体とする路線である。タウンズビル駅、スチュアート駅間の 10.17km の区間は、後にノースコースト線に編入され、東路線はスチュアート駅でノースコースト線から分岐する形態となった。起点のスチュアート駅から約 60km 南下した、後西に約 700km 進むと、クロンカリー駅に至る。 その後は南西に約1 0 0トル、さらに北西に約1 0 0トル進んで終点のマウントアイザー駅に到達する。ヒューエンデン駅では南西に支線が分岐している。この支線は終点ウィントン駅でロックハンプトンからのセントラル線に接続している。クロンカリン駅では約2トルの短い支線が北に分岐している。フリンでは ホスフェートヒル駅までの約6 6トルの南に向かう支線が分岐している。道路線では QR ナショナルの子会社のアーグが貨物列車を運行している。マウントアイザー駅から東海岸の港まで道とアエを輸送する貨物列車が運行されている。ホスフェートヒルはその名の通り林鉱山でホスフェートヒル駅からタウンズビル地区まで林酸肥料を輸送する。 貨物列車が運行されている。スチュアート駅、マウントアイザー駅間では、タウンズビル駅から直通するトラベルトレインの長距離旅客列車も週に往復が運行されている。ヒューエンデン駅、ウィントン駅間は休止中である。道路線の終点マウントアイザー駅は、歴史的には、支線の支線の支線に位置する。スチュアート駅、ヒューエンデン駅。 ウィントン駅間1877年にタウンズビルとチャーターズタワーズの近郊とを結ぶ鉄道路線の建設が着手され、1882年にチャーターズタワーズ駅までの路線が開業した。続いて内陸部の牧畜業者のために1884年から順次延伸し1887年にヒューエンデンまで開業した。さらに1896年に 南西方向への路線が着工され、1897年から順次延伸し1899年にウィントン駅まで開業した。1928年にロックハンプトンからのセントラル線がウィントン駅まで達し、東路線に接続した。ミンジェラ・レーブンズート駅間1884年にレーブンズートジャンクションから南東のレーブンズートの近郊に向けて、 レイブンズート駅までの支線が開業した。1930年に廃止された。ヒューエンデン駅マルバンマウントエリオット駅間20世紀に入ると、クロンカリー地方の鉱山を目指して、ヒューエンデン駅から西に向かう線路が建設され、1903年から順次延伸し1908年にクロンカリー駅まで開業し、そこから南に向きを変え1910年にはマルバンを経由して、 鉱山の町栗ダら、さらに、セルウィンのマウントエリオット駅まで延伸した。後に、マルバン栗ダらマウントエリオット駅間は廃止された。クロンカリー地区の支線1915年に、クロンカリーから北西に約 100km のマウントカスバート駅まで支線が開業した。1917年にこの支線のオーナーから分岐して、ダビンの銅山までの支線が開業した。 キャトル・ヤーズ・イ・ーホクは後に廃止された。マルバン・ダジャーラ駅間グレート・ウェスタン鉄道路線図、マルバン・ダジャーラ駅間は、グレート・ウェスタン鉄道法に基づいて建設された。グレート・ウェスタン鉄道計画の一環として、マルバンから南西に分岐し、ダジャーラ駅までのフィーダー路線が1917年に開業した。本線のマルバン以南が廃止され、投資線が本線格となった。 グレートウェスタン鉄道は実現せず、ダッチェス駅ダジャーラ駅間は後に廃止された。フリンホスフェートヒル駅間マルバンダジャーラ駅間の支線から、さらに分岐して1976年に、フリンからホスフェートヒル駅の林鉱山に至る支線が、開業した。ダッチェス駅、マウントアイザー駅間マルバンダジャーラ駅間の支線から、さらに分岐して1929年に、ダッチェス駅、 マウントアイザ駅間が開業した。ダッチェス駅ダジャーラ駅間が廃止され、投資線が本線格となった。1961年から1965年にかけてマウントアイザ鉱山の産出量を3倍にする決定とタウンズビルの制動初心設に応じて、タウンズビルマウントアイザ間の全線の近代化工事が行われた。この工事は、 新線建設に匹敵する規模であり、QR の路線で初めて重量貨物が運転できる路線となった。ありがとうございます。